1>, 1ミリも動くな。動じるな。ちょっと嫌なことがあったからってすぐなえるな。ちょっと自分の思い通りにいかなかったからってすぐ悲しむな。感情的になるな。ちょっと自分のタイプの女の子だからってこびるなよ。動じるなよ。動くなって1ミリも。ちょっとこの変なカメラに向かってしゃべって カメラに向かって喋ってる外人がきついこと言ったからって刺さってんだよ。いいすぐに何か起きた時に動じる男マジで弱いよ。マジで弱い。何があっても動じない男かっこいいって。お前がかっこいいなって思う男想像してみろって。ちょっとしたことで動じるか。感情左右されて行動に影響出るか。何か緊急事態が起きた時に 焦って逃げるかビビるかかビビ違うよね。おそらくお前がかっこいいなって思う男、リスペクトに値するなって思う男は、どんな状況においても動じない。1ミリも動かない。冷静に物事を判断して正しい行動をとる。これは強い男の特徴ナンバわよ。一番大事。で、現代の男たちはそのパーツに欠けてる奴らが多すぎる。ちょっとなんかが起きたらすぐ悲しくなっちゃう。すぐビビっちゃう。すぐ不安になっちゃう。すぐ泣いちゃう。 すぐぐさって心にね、響いて。批判を受け入れれない。弱いって。弱い。で、今話した特徴にお前が当てはまってんだったら、ガチで危機感持った方がいいよ。だって、弱いじゃん。感情的な男は弱い。なぜなら、取る行動がすべて感情に左右されるから。ジム行きたくなかったら、ジム行かないだろうし。朝起きたくなかったら、朝起きないだろうし。タイプの子が目の前にいて声かけるのが怖かったら。 声かけないだろうすべて感情に左右されてるから自分の本来やるべきこととは真反対の方向に進むからそれは誰からもリスペクトされないし自分自身に対してもリスペクトないし理想を叶えることはできないすぐ動じるんだもん最近めちゃくちゃインスタとかで DM 来るんだけどあのもう文章に出てるお前ら感情的になりすぎマジで タイプの子がいて、でも怖くて、話しかけられません。何かアドバイスはないでしょうかこういうビジネスがしたくて、でもこれがあって、あれがあって、でもこうなっちゃうのが怖くて、こうなるっていうのが嫌なんですけども、何かアドバイスはありませんでしょうかやれよ。やれって。その文章の中で感情的になってる部分全部排除しろって。もうわかんじゃん、やるべき行動。やれって。もうわかってんの、お前は、やるべきこと。やれって。同時すぎ。 で、お前が動じる理由ってのは、経験不足。完全に経験不足アホみたいに失敗繰り返してればリスク取ってれば何度も何度もそういう経験を重ねてたら動じなくなるからお前はタイプの子に一回も話しかけたことないだから死ぬほど動じるわけよタイプの子を目の前にしたらね違うだって100人ぐらい声かけてきたら動じないじゃんもう経験不足なわけよただの ね。コミッションの奴らは特にそう。人見知りです。初対面が怖いです。女の子が怖いです。接客するのは怖いです。なぜやってないからよ。体勢がなさすぎる。弱い男の特徴ナンバーワン。体勢がない。これはすべてに置き換えれる。すべてに置き換えれる。注目浴びるのは怖いです。人前で話すのは怖いです。体勢がないんだって、お前には。リスク取るのは怖いです。体勢がないんだって。今まで失敗してきたことがないから。アンチが怖いです。 発信してバカにされるのは怖いです。YouTube が怖いです。SNS 始めるのは怖いです。一生怖いよ。やんないと。だって体制ってのは、何度も何度も、その自分が怖いって思うことをやり続けてつくものじゃん。違うお酒と一緒よ。どうやってお酒の体制ってついてく毎晩のように飲んでけば、体制ついてくよね。一緒なんだって。人間は、厳しい状況に自分,を自分の身を置いていくことによって、体制が身につくようになってる。 これをコンフォートゾーンって言います。で、コンフォートゾーンってのは拡張可能なわけよ。自分の心地よい空間ってのは何度も何度も同じことを繰り返すことによってどんどん広がっていくわけよ。お前はそれをやってないからいつまで経っても体性がつかない。失敗に対する体性がない。恐怖に対する体性がない。リスクに対する体性がない。女の子に対する体性がない。こうやって厳しいこと言ってくる変な外人に対しても体性がない。弱いって。ね。今、この俺が話してること。 めちゃくちゃ強い男が今俺が言ってる意見を聞いたらそいつは1ミリも動じないよ。何も感じないと思う。だって強いんだもん。何度も何度も例に出すけどサッカー選手。じゃあプロ初試合です。ね初めて何万人もの前でプレーします。緊張するってそりゃ。クソプレーしてめちゃくちゃ部員狂らいます。死ぬほど傷つくって、ダメージ食らうって。だけどそいつに10年間与えてみろって。10年間そのスタジアムにプレーさせてみろって。それいい試合もあれば悪い試合もある。で、悪い試合があって、死ぬほど部員食らう。でも10年目だったら。 乗り越えてきてるってもう体勢あるってそれに対して1ミリも動じないってもう切り替えて次行くんだってこういう風にしてしか男は強くならないだからお前が今何に対しても体勢がないすぐ動じてしまう感情的になる弱いそれはお前経験不足よ体勢身につけていかないとでこの体勢身につける方法ってのはその今お前がビビってることに実際に取り組むこと以上それしかないよそれしかないでそっからビビって逃げるんだったらお前一生それに対して体勢つかないから雑魚のまま死ぬことになるよ これが厳しい現実俺に怖いです何かアドバイスくださいどうやって女の子にアプローチすればいいですかアプローチした方がいいですかね時間の無駄だって早く声かけろ早く喋れ女は待ってるよそのお前が躊躇してるビクビクビビってるそれが一番ダサいんだって恥ずかしい思いする覚悟で失敗する覚悟でやれって多くの男が恥ずかしい思いをすることを失敗することに恐れて行動を取らないだからいつまでたってもお前は恥ずかしい思いをするんだ 失敗を失敗って感じるんだよ。いや、自ら恥ずかしい思いしにけって。もう何も恥ずかしく感じなくなるから。ね、俺も200人の前でめちゃくちゃ下手くそなラップ歌ったよ。しらけて。ちょっと顔赤くなっちゃったかもしれない、それで俺。いいんだって。恥ずかしい思いしろって。じゃあ次またそのステージに現れたら。もうなんてことないもん、って俺も。別に1000人の前でもあの下手くそなラップ披露してやるよ。失うものないもん。これが体勢よ。これが強さよ。どうでもいいっていうこの、 メンタル。どうでもいいんだって。何百件アンチ来たと思う。この発信してて。何百件公式 LINE で死ねって言われたと思う。クソ外人って言われたと思う。どうでもいいって。体制しかない俺はもう。もはや。何でも言ってこいって。そいつがただね、コメント書くのに時間無駄してるだけだから。何も感じない俺は。でも、じゃあどうしたらそこまでね、何に対しても動じなくなるかっつったら、もうそういう経験を何度も味わうしかないんだって。最初だけだから怖いのは。何においても。今お前がやろうとしてること、やりたいこと。 人間関係、すべて。それが嫌だなって感じる理由、きついなって感じる理由は、経験不足。足りないから。自ら恥ずかしい思いしに行けって。自ら失敗しに行けって。で、常に、そういった行動を取るときは、失敗しても何も起きない。恥ずかしい思いしても何も起きない。むしろ自分の成長にしかならない。そういうマインドセットで行けって。実際そうじゃないね、大勢の前で何か発表するってなって、失敗しました。恥ずかしい思いしました。怪我するか。 ああ、トラウマになっちゃったらどうしますかトラウマになったって思うからトラウマになってるわけよ。マインドセット次第でしょ。それをトラウマに感じたらトラウマに感じるって。逆転の発想を使えって。ポジティブ見入らせって。じゃあ、それでね、失敗しました。恥ずかしい思いしました。ね、自分の身何か起きましたか何も起きません。ああ、じゃあ俺また強くなったよって。こういう状況に自分の身を置けるようになった。失敗しても何も起きなかった。そして、じゃあその失敗からまだじゃあ次はこうしようっていうアイディアが生まれる。いつも俺ナンパ師を例に例えるけど、なんであいつらビビらずに、 何人ものの女性に声かけてくのお前が一人の女の子にね、こんにちはっていうのにビビってる間に、そのナンパ師は、お前がビビってる間だけでもう100人に声かけてる。何が違いなの体制だって。体制。お前には体制がなさすぎる。だからナンパ師ってのは、体制を身につけてきた。何百人もの女の子に断られて失敗してリスクを取って。別にね、ナンパがナンパ師になれって言ってるわけじゃないよ。ただ例に例えてるだけだからね。そこが足りないんじゃないのメンタルが弱いやつ、体制がないやつ。 自分で自分の身を厳しい関係に置いていかないと。ジムでもそうよ。毎回毎回限界まで追い込んでいったら、限界まで追い込むっていう体制つくから、無意識に限界まで追い込めるようになるよ。きつい時にもう一レップって、そういう強いメンタル作り上がってくよ。筋トレじゃなくても、他のなんかスポーツやってるやつ、ね、息切れそうになって、もう諦めかけた時。そこで、どれだけ自分をプッシュできるか。そこで次につながってくるじゃん。そこでプッシュする経験を何度も何度も味わってきたら、その条件にまた置かれても、いや、まあ、もっと頑張れるってなって、追い込めるじゃん、自分を。 追い込みの許容範囲が増えていくわけよそれにおいてお前はね、追い込みの許容範囲が小さすぎる。ちょっと追い込んだらすぐもう諦めるなうん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 って。ちょっと言われたらすぐうんうんうんってなっちゃう。お前が何か言われてメンタル来たこと。強い男は同じこと言われて、お前みたいに動じると思うか。動じないんだって。でその動じないためには何度も何度もそういった環境に自分の身を置けて、自分から見いだせ、自分で挑戦しろって。恥ずかしい思いしろって。 経験しろって。DM 送れって。話しかける。可愛いねって褒めてみる。キモいって思われる覚悟を持って。何も思われないかよりは、キモいって思われた方がましよ。もはやお前の存在に気づかれないで、もう一生その子と会わないぐらいだったら、キモいって思われる覚悟を持って喋りかけた方がいいよ。ね違うもしかしたらうまくいくかもしれないし。常に、じゃあ自分が取りたい行動あったら、それに対する恐怖だったり不安だったり、ね、緊張あったりあると思うけど、排除しろって。感情でしかないから。 その感情を排除したらお前は行動を取れるから。で、その回数だけお前は強くなる。感情排除して取るべき行動を取った回数、それに比例してお前のメンタルは強くなっていく。で、ちょっとしたことで同時な男になっていく。そういう男になれって。ね。なよなよしてんだよ。ボソボソ喋ってんだよ。いい。これめちゃくちゃ重要な要素だと思うから、常に頭に入れて、ね。何か怖いこと、何か不安なことがあったら、立ち向かえって。ね。それをやるたびお前強くなるから。いい。 で、成長のチャンスだと思って取り組むこと。で、それを乗り越えるたび、お前は一皮むけて、ね、同時な男にやっていくから、きつい時こそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。